んちょぼちTVです。今回もウィニングレバープル2019やっていきましょう。ということで、今回はこちらね、ロナウジーニョ赤なんですが、ロナウジーニョ赤でなんとですね、レベル90まで行くホドリゴ、ゲットしているということで、レベルマックスにしていきましょう。今回はですね、ジョアン・フェリックスの時に星5トレーナーを15個使いましたね。使ったんですけど、ホドリゴは90なんで、まあ、15じゃもちろん足りないだろう。足りない。20いっちゃいましょう。20! 星5を20一気にぶち込んで、あと、すごいよ。足りない分がどれぐらいあるのか見て。そうだね。ホドリゴはね、なんだかんだ左ウィングなんで、まあ、フォワードガチャを回しても、はいはいはい、そこそこ落ちるんじゃないかなということで、うん、それとか、あと星3トレーナーとかでどれぐらい、はい、差し迫れるかということでね。まあね、この選手最初から結構ドリブルが86とかあーすごいあったり、ボールコントロールがかなり高かったりとかして、はいはい、で瞬発スピード結構あったりとかするんですけど、プレステ4で来てるホドリゴの方が確かにその決定力とかオフェンスセンスは高いんですけど、このアプリのホドリゴはですね、プレイスタイルでインサイドレシーバーが入ってたりとか、うん、あとボディーコントロールがその代わりめちゃくちゃ高かったり、あとスタミナも高いんですよ、うん、だからまあ能力値的にはもうこの方がいいって思う人もいるかもしれないんですけど、まあ、こっちにはこっちの味がありますね。味がありますから、ということで早速全然いいと思います。20個いきましょうか。20個いきますよ。いやすごいね。1、2、3、4、5、6、まず星5トレーナーを20個持ってるっていうのが結構すごい。11、12、まあ結構来るからね。13、14、15、16、17、18、19、20でまずどこまでいくかよ。20で俺のあれだとまあ60何歩ぐらいまでは15でいってたわけだから、80台いくかな。ちょっといってみます。俺予想は78いきます。ゴー。さあ一気に入れていくよ。さあホドリゴの旅始まりますよ。さあどこまで90は長いんだねここがまず長いぞという。90は長旅なんで、はい。まあ、でもなんかホドリゴってなんかレアルとか狙ってんの？いやそう、まあいろいろ逸材だからね言われてます。今週はねライブアップデーが C なんですけど、そうそう、先週がね B だったりとかしたりとかもしてるんで、まあ17歳だからね。いやすごいです、ね、本当だ。堂安が20歳でしょ。堂安20歳、まだあと3年あるよ。ユリも17歳、3年あるぞ。すごい、どうなるかわからない。だからその久保くんだよね。まあそうですよ、本当竹房とね、世界の久保くんシリーズでしょ。そう、この17歳、世界の17歳。どんな会話してんの久保くんと。まあ60、ここはね、70を超える、70を超えてほしいんだ俺は。俺は78と踏んでおりました。さあどうなりますか。あれれ、いくよ。80いった。あ、80です。80なんだ。ちょうど80で、あとまあもうちょっとで81。あーなるほど、っていう感じですね。12000。まあでもそこまでべらぼうってことでもないね。そうだね、あと数個っていう感じもするけ ど、ちょっと見ましょうよ。ちょっとね、能力80の能力値ね、見てみましょう。80まで上げるとどんな感じになるのか。やっぱりスカイブルー、うん、あれはドリブルはもう結構早い段階で99、ボールコントロール95、オフェンスセンス82、いいですね、でグラウンダーパスもまあ80超えてきてますね、はい、で決定力87と、はい、いう感じで、何気ねディフェンスセンスとかもねちょっと ね、あのフォワードの方にしてはね、うん、あると思うんですよね。スピシュンね、カンストするという。そうで、キック力とボディコンが高い。ボディコンね。フィジカルコンタクトもね、そこまで低いわけじゃないんですけど、はいはいはい、これまであったら超化け物なんでね。強いな。で、スタミナもね、まあまああるんですよ。まあここありがたいっすよね。そう。さあということでコインをね、はい、魔法の力で増やしたんで、ちょっとトップエージェント引いて、あ、イベントやっちゃった。はいはいはい、トップエージェント引いて、20回ぐらい引いてみる。スタンダード。そうだね。スタンダード20回ぐらい行ってみますか。ちょっとこれね、あのね、左ウィングは俺ね、結構まあそんなに来ないってことはあんまないんじゃないかな。俺マネーね、帰省した時にあんま来なかった。ほら来た。ホドリゴ来てん。ホドリゴ来てんじゃん。だっておい、黒、黒、左の誰だ。来たー。インシーニア来てんだ。しかし、インシーニア出せん。
はい、ということでいきましょう。あとまあ3回ぐらいやって、まあ、10点ぐらい揃うかな、これで。来るか、うわー、センターフォワードですね。まあそこまでね、センターフォワードの率の方がやっぱ多いと。高いですね。ただやっぱ俺もマネやってた時思ったんです、センターフォワードがめちゃくちゃ多かった。まあそれはね、やっぱ勝ってたよね。おい、ビニシウス、あ、まあ、ビニシウス持ってないんだったら入れといた方がいいですよ。ビニシウスもワンチャン上がるからね。うん、普通に。あ、やっぱセンターフォワード多いっすね。ラスト3体怖い。来た。あー、まあ、まあ、1体来たね。もう人間。まあ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 、まあ。いきます。ウィング。あ、でもまあまあまあ、3、4、5、6、7、8体か ?8。8体か。8ですね。これ多分全然いかないだろうな。そうだね。やっぱだから、ホドリゴとかはちょっと大変だな。うん。ここら辺も入れちゃおう。さあ、はい、いきます。あーあ、はたねー。やっぱりね、こっからトレーナー使った方がいいです ね、 あと2個星5使っても大丈夫かな。そうだね、全然いけると思うよ。さあ、いきます。星4軍団をね、こうパコパコ入れていくと8個。18,124×8。 いや、これ12枚、これちょっと4つにしときますね、怖いな、うん、いや、でも多分いかないと思うよ。いかないか、うん、これだけでいかないと思う、まあ、絶対いかないと思う。いくか、これでいくだろ。多分85、6ぐらいでしょ、これ。ああ、まあ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 、こんなもんなんですよ。結構大変だな。いや、この80から90って結構大変ですよ、やっぱり。まああとちょっとだからね、このあと数値的に上がるの1ぐらい。1ぐらいですよ、はい、1手前。オフェンスエース上がりましたね、うん、やっぱり83になってますし、グラナパスもそれに伴って83、うん、決定も上がったかな、88になってるしね、うん、はいはい、うん、ディフェンスエース、ボールなし、ボールなしはそこまで伸びてない感じだけど。そうだね、マイキックルーク86、うん、まあまあ、OK、ボディコン93、まあこれであと1かな、確かレベルマックスで上がるんで。あー、あー、でも全然いかないじゃん、2個じゃん、うん、4万3000なんだ、あれで。結構最後えぐいね、最後えぐ、あ、これ最後えぐいね、多分星5あと3つぐらいなのかな。ホドリゴってあれなんだね、91なんだけど、あれになると90なんだね。そう、あと3つぐらい必要だね、これ。2つじゃ無理っぽそう、普通。いやー、ちょ待って、普通に無理でしょ、これ絶対。うん、これはでも大変だったな。これでいくか、88だね、これ多分、おそらくこれでいくかな。89と半ば来い、うん、ああ、あとちょっとだね、やばいね。これでどんぐらい、ちょっと見てみてくんない。あー、41,765なんだ。90いかついね。大丈夫、これで行くんじゃない。よし、よし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 、あー、大変だった。貯蔵庫がさ、俺のこのトレーナーダメハウスがさ、87まで減ったよ。いや、まあね、大変でした。90ですから。いや、これが90、90のホドリコすごいよ。もうなんか愛おしいもん、すでに。そうだね、オフェンスエンスが85以上ないっていうのはちょっと残念ですけれども、うん、何お前育てついて急にダメ出し食らしてまあでもそれでもですね、やっぱボールコントロール、ドリブル高いし、決定力も89あるからね、うん、普通にすごいいいのかなっていう気もしますし、まあ、キック力も87です。ボディコン、ディフェンスエンスかボールダッシュ、うん、やっぱ前回のドアンがいかに高いか分かる、ね、そう。ただですね、やっぱこのスピードと瞬発がまあ乾燥してたりとか、あの、要はスターリングとかもさ、すごい高いじゃん、ボディコンまでが、うん、ただね、やっぱスターリングのキック力76とか、うん、FP 今87あったりとかもするんですよね。ここすごいいいところですし、やっぱインサイドレシーバーで、まあ、しっかりね、あのギリギリ、まあ、コアンゴぐらいだったら全然いいかなっていうのもありますし、まあ、左ミッドとかやらしてみたりとか、そうそう、 OMF とかでも面白そうですよね、うん、いいですよ。ちょっと練習メニュー最後いき、はい、ということで最後 ね、これですね。さあ、どうですか。あ、早いね。そうだね、キュキュッとできるのか。ああ、はいはいはい、なるほどね。ボールさばきはもう間違いなさそうですね。関係ない、うん、
ボタンのところで隠れると何なのかわかんない。いや、これ細かいな、でもこれ。この操作。ボディコントロールもあるんでね。そう。うん、はい。といった感じでね、まあ、せっかくホドリコの方もですね、レベル90まで上げたんで、うん、まあ、ぜひね、紹介動画もね、うん、撮っていけたらいいかなというふうに思います。よいしょー、さらっぽー。